今呆れてたわ。爆ヘケットたつけさんいらっしゃい、一ゲートありがとう。ハリスさん、あっくんいらっしゃい。ちょっとあの周辺行ってみようかね。タコサーラーいらっしゃい、ヒラさん、ヒラさんいらっしゃい、ごきげんよう。横に見えてたのエレベーターだと思うっていうマッピング。ダンキチさん、ナインさんいらっしゃい、ケイトメさんいらっしゃい、猫服になってね、クロムゼさんいらっしゃい。大丈夫か、中島86。じゃあ普通に潜っていこうか。クロムゼさんいらっしゃい、12個目さんいらっしゃい。でもね、2階も、あ、違うわ、1階も行けるわ、行ける行ける。たっちゃん、ジャムジャムさん、物欲さんいらっしゃい。あ、お帰り。雨大丈夫やった？じゃあとりあえず潜るか。行けないんじゃ仕方がないもんね。じゃあ中に入るには上からってことか。うん、そうだな、上からっていう可能性もあるね。上から下から。ナッチ、何してん、何してるんだよね。うん、しずたまゲット。降ってた？先がね、2階へのエレベーターで、頑張ってね。そして2階。北向きの医療リスク。やっぱカメラやめようかな。ゲームじゃなくてみんな猫見そう。いかんな。あ、ごめん、画面見てなかった。許さない。そうなんですよ、ペンすごいね、じゃれるんだよ。あー、ボスを倒さなくても、次の迷宮にはいける。はあはあはあ、ありがとう。タコスディアンスいらっしゃい、ジャナさんいらっしゃい。ナチベロス。ゲーム見てね。ナツメも募集しないで。ナちゃんは人気者だね。ナッチの忠誠度は高いからな。そうだね。本当ならもう生きてないだろうな。あ、一応説明書にもね、いろんなダンジョンがあるぞっていうのはね、ちらっと書いてあった。ネタバレになるなと思って読まなかったんだけど、結構あるみたいだよ、このピラミッド以外に。そうそうそう、うん、説明書にはね結構書いてあった。まずはこのミノタウルスさんが住んでるこのピラミッドみたいなとこを探検。出ますね。
エドウィンさんいらっしゃい、ドイムさんいらっしゃい、なんか動いてる。そうそう、うん、ダイダロスのとダイダロスとマクロスとあと何かマクロス、82、69、52、大丈夫だね。爪立ててる、すんごい痛い。のこと分かった気がする、なぜ分かるんだ。死なない程度に生かしておけばいい。みかんさんいらっしゃい、この子かわいい、いらっしゃい。あーマッパーでね、うんうん、そうしようか。ちちゃりさんいらっしゃい。ケルベロス実写ですか。なっちゃんは何マッカで来てくれるのかな。星を与えてみますか。鳥さんなんか、中島はあれが来るのでよ、うん、出会ってもないです、ミノタウルスさん。先にどんどん降りてみるわ。あ、レベル11になった。中島どうしようか。ここに変な人がおるんや。ここじゃ、この上じゃ、この上、この上ってことは3階だよね。マッパー使うならニュームーン終わった直後が一番。関係あったっけ、キビヤギとか。ザタラチンギンさんいらっしゃい。あ、そうですか、キビンさんは防御力にも関係してくる。わかりました。なんだろうな。そう、ハポン聞いたよ、いらっしゃい。ポンポン。このおっさんのためのアナローグマッピングなのね。あ、新月になるとマッパーが切れる。へー、
づかんかった。ナッチはすでにマッパです。じゃあ一回行ってみるね。マッパが出ちゃってるね。Sの みんなは可愛いかもしれんがめっちゃ痛い。めっちゃ痛い手が。どこです、いらっしゃい。どこなっち、いらっしゃい。外猫なら切らない方が命にかかる。あ、コツいらっしゃい。おかえり。今日はちょっとね、目が冴えてんだ。すんげえ眠い人ね、極端なんだよね。めっちゃ広いって言ってなかったっけ。これ1階だよね。1、2、あ、これぐるっとはしてないか。そうだね、不規則のもあるな。女の子のいい関係ない。なっちゃん、ダブルだよね。ダブルの方と、あっさん、いらっしゃい。ニュームーン。そっか、そうだよね。こうピラミッドの一番下だから広いのか。虐待だ。マッピングも戦いだ。なっちゃん今どこかわからんくなった。
尻向けないでよ。マッパーでネタバレみたいのがある。あれなんだろう、エレベーターのマークかな。思いっきり網目になってね。なんかほんとさ、ほんとさ、落ちちゃった。投げてね、下ろしたのこうなってて、1、4、1、他シリーズだとあのマークはあれだが、どうなんだろう、あのマーク振られたらオタクみたいになっちゃうオタク。姉ちゃんのとこ行く、ちょっと待ってね。よいしょ。ダークゾーンか。いじけたなっち、お腹すいたんじゃないかな。あっ、待っておったぞコアパドムメ。いきなり勝てないぞこれは。なんか元気だ。おまめいらっしゃい。この状態じゃ勝てないって言われたから死んでしまうだろうな。逃げれるかな、ちょっと逃げてみようか。あ、間違えた。なんか魔獣だけ逃げるができる。はつまりそういうことなのか。あ、こけた。悪魔大声で吠えた。強いな。
げれないと思う、これ。口ほどにもないやつめ。そうか、場所は分かったぞ。場所は分かった、ここやね。ダークゾーンの隣にミノちゃんがおって、ここやな。困りましたな。ということはレベルを上げて強いお友達を作らないとダメかな。別の場所のマッピングするか。あ、こちらです、いらっしゃい。セルポイントはお前せやな。もうちょっと頑張ろうか。うん、そうだよ、コンティニューじゃないね。ケルベロスバク、トレントで勝った記憶がある。いよいよがついてます。外れたらあるかも。そうですね、パーティーの許可、わかった。トレントか。トールさんもいいよって言われたんだけど、トールはケルベロスとシコ X ってなってる。あ、ついてます。スラボーさんいらっしゃい。こんばんは。ケルちゃん最強。フロリダ、いってらっしゃい。T89。米やろって何？米やろ。K6DK0。 レベル上げてギリ目から先輩に殴ってきてどうぞ。ギリ目から先輩。サトスさんいらっしゃい。うん、ついてますよ。お久しぶりです。K6DK0。QN9。 R4。 G69。 ガタメキラってなんだっけ？ギリメカラって書いてあるよ。あれ、負けた。ギリ目からにはオートですよ。ミノちゃん出てきたわ。ミノちゃん、G85E。 太陽とシスコムーン。MSJ。
ベル上がったのもリセットなったんか。マッピングが進んだだけじゃな。何回このパスワードで積んだと思ってね。ヒデさんいらっしゃい。バッグを作りたいって言ってたね。バッグ。キャンサーとヘケットで作れるな。あ、ソラスとレムリアンいるから。中島が、レベル10でまだ、多分まだ作れなかったと思うんだ。バイオ戦士ダウンを思い出す。では合体させるぞ。あ、後ろ向いてる。あらま。でん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 。何色？何色？おお。ドドメ色。私は聖獣バク、今後ともよろしく。攻撃力が結構ある。あと、攻撃魔法の際と回復ですかね。メディカルってこのゲームってモンスターのレベル上がりますか。上がらないって言ってたね。もう合体したら、このままのステータス。ニキビ多すぎ。ニキビじゃないでしょこれ。ブツブツだよ。あと一匹か。トレントがいいって言ってたし、トールもいいって言ってたな。キャンサーとドリアード。半分ホータマゼロなら、タイトルでコンティニューでき、あ、そうなんだ。それが嫌ならパスワード。うんうん。サイコぐっすりとテトラ。